日本水泳連盟の梅原隆之競泳委員長54が来年6月までの任期を前に退任する意向であることが9日分かった写真男子 400m 個人メドレーで銀メダルを獲得した松下智之強化について日本水連幹部との間に方針の違いが生じたためとみられる今夏のパリ五輪で競泳は銀メダル1個に終わり 日本水蓮は立て直しを担う後任の人選を進めている梅原氏は男子個人メドレーの瀬戸大也カリスを育て、平井典正氏の後任として2021年に競泳委員長に就任同2個だった昨年の世界選手権福岡とパリ五輪では競泳日本代表の監督